どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。ということで今日ね、荒川の河川敷に来てるんですけど、なんと超ウルトラスーパービッグゲストがね、今日来ていただいております。 DKD プロジェクト YOSHIKI さんです。よろしくお願いします。刻んでいこうぜ。これ僕のチャンネル使いますかね。ごめんなさい。 P のやつかもしれないですね。 P のやつかもしれないですね。 P で。ということで、お前持ち上げすぎだろ。いやいやいや、もう超ウルトラビッグゲストじゃないですか。久しぶりのコラボですよ。言い過ぎ。そうだね。はい。今日ね、何をするかと言いますと、実は今この河川敷で5キロをガチで走るということで、YOSHIKIさんがガチで走って、ペースメーカーをすると、はい、いうことなんですけれども、今日5キロ、はい、これぐらいで走りますか。そうですね、16分切り目指して、ちょっといよいよ YOSHIKI が15分台で走ったぞっていうのを、はい、所詮見せられたらなと思ってるんですけど。あ、そうですね。いや、そうなんですよ。なんでそれをやるかっていうと、実は年末の、ね、ビヨンドというね、マラソン大会に実は YOSHIKI さんが出場するということで、はい、去年のビヨンド、はい、YOSHIKIさん2時間48分目指してて、はい、で、惜しくも切れなかったと、ね、ということなんですけども、YOSHIKIさん、今年もめちゃめちゃ切れが違うんですよね。マジで去年より確実に強くなってます。いや、僕、動画見てるんですよ、YOSHIKIさんの。いや、ありがとうございます。はい、あれですよね、30キロ走を3分40とかやってますよね。あ、32キロ。32キロか、はい、32キロ走ってやってて、はい、で、あと、なんか20キロ走を3分20とかやってましたよね。はい、3分40ですね。あ、そう、3分40でしょ。3分40で、あと、なんか1000、なんかインターバルでしたっけ。2000のインターバル、はいはい、やってます。2000のインターバル6分ペースやってましたね。6分40。あ、全然見てねえじゃないか。あれ全部全部間違っとる。ちょっと間違えちゃってるんですけど、全部よ。全部見てるんですか。いや、でも、はい、それからでも去年よりは全然いい練習ですもんね。いや、まあそうですね、はい、はい。で、今日5000を16分切りということで、はい、この3分10秒ぐらいのペースですからね。そうです。かなり前をね入れないとあれなんですけど、はい、まあ、これの、どうなったかっていう動画は、はい、TKD さんのチャンネル、はい、概要欄に貼っておくんで見てもらいたいんですけど、はい、今日はですね、足元見てもらいたいんですけど、僕らね2人ともアディダスさんのシューズを履いてるということで、はい、僕アディオスプロ2、1回動画で紹介したんですけど、アディオスプロ2で、はい、YOSHIKIさんのシューズがプライム X です。プライム X、 これの、はい、10センチ厚いバージョン。いや、やばいっすね。で、今日何するかっていうと、はい、その5キロゴールした後に、まあ、帰ってくるんですけど、走って、はい、で、僕のアディオスプロ2の感想と YOSHIKI さんのプライム X の感想を、はい、ちょっと皆さんにシューズのちょっとレビューみたいなの書いて、これどうだったとかっていうのをしたいなと思って。はい、了解です。はい、でその後にマラソンの意気込みとかを、はい、僕去年なんかちょっと YOSHIKI さんと同じチームだったじゃないですか、はいはいはい、それちょっと悔しくて、今年はめちゃめちゃ応援したいんですよ。なので今日もガチで頑張ってマラソンの意気込みを伝えてもらえたらなと思います。すいません、ありがとうございます。いやー、もう頑張りましょう、はい、今日はとりあえず5キロ1回集中して、まずは今からなんでね、はい、頑張っていきたいと思います。それでは早速回しましょう。タムジョー YouTube。 じゃあ5秒前、3、2、1、スタート。いけー、始まりました。さあ、前もね、岩手レイヤさんの時と同じような場所、ここを下りながら行きたいと思います。よしきに風が当たらないような状況を作ってくれてます。タムジョーの地面滑る？いや、そこまで気になんない。はい、オッケーオッケーオッケー。1キロ早っ。あー、下りねーならですね。もう一度もう一度行こう、もう一度行こう、行こう行こう行こう、ラスト行こう、ラスト行こう。タムジョー YouTube。 撮ってるよね、もうね。ちょっと2人とも背伸びしてしまってピーンって。あれ、身長どっち大きいんだっけ。あ、僕、あ、ごめん、なんでもない。片足短いよ。はい、ということで YOSHIKI さん、お疲れ様でした。ーいや、もうダイジェストちょっと載せたんですけど、本編は TKD さんのチャンネルをね、見ていただけたらと思います、はい、で、5キロ TT ね、はい、どうでしたか最初5キロ TT の今日の感想は。はい、使ったね。使ったですか。使ったけど、まあ今の現状出し切ったんちゃう。そうですね、出し切ったっていうことでいいでしょ。だいぶ僕
去年も一緒に何回か、まあ、練習とかしたじゃないですか、だいぶ成長してますよね。だからだいぶあれだよね、あの本当に強くはなって、あの走りにはなってるよね。そうっすね、うん、いやこれ本番もめちゃくちゃ楽しみにしてますので。あもう本当に、はい、僕も行きますので、はいはい、応援させていただきます。はい、ありがとうございます、はい、ということで今回シューズをちょっとね、はい、持ってきまして、はい、で、まあ、僕、まあ、冒頭でも言ったんですけど、これアディオスプロ2、うん、そして、プライム X というシューズ履いたんですけど、はいはい、それはなんかこの違い何なのかっていうのを視聴者さんがちょっと気になってる部分もあると思うんですよ。はいはいはい、なのでちょっとその違いをちょっと、まあ、僕の感想で YOSHIKI さんの感想で伝えていけたらなと思うんですけど、はい、まずそのプライム X どうですか、その厚さがハイヒール並みに、そうですね、高いということで。そうですね、あのね、絶対人によっては無理っていう人が多いシューズだと思う。そうなんですか。やっぱ高いから、あ、バランスボールに乗ってる感覚バランスすごい不安定じゃん。そうね、もう本当にもう大げさに言うのはグワングワンのシューズ。ただそのグワングワンをなんか捨ててもなんか反発推進力を得たいよっていう人は、あの、履くべき。履いてるということは YOSHIKI さんそう言ってる。俺はね、割とこのグワングワンが気にならないというか、意外に乗りこなせちゃってる俺は。なるほど。なんか足短いから安定してる , 笑い足しときますねだからもうそうだね、あのバランス悪いけども、あの本当にスピード特化型シューズみたいな。なるほど、うん、でもこれあれですよね、試合で使用禁止なんですよね、はい、あ、そう、あの使用禁止、公認レースはダメ。あ、だから、うん、まあ今回の年末のビヨンドっていう大会は、まあ、一応非公認なので履けるよって感じなんですけども、うん、公認はダメと。公認はダメですね、これは。厚すぎてダメってことですか。そうです、厚底が39ミリ以上が多分ダメで、これ50ミリあるので、50、ね、10センチオーバーですごいですね、はい、10センチ、10センチ、こんなの。あれ、10 1センチだよちなみになんですけど、はい、アディオスプロ2って履いたことありますか。あります。あ、あります。あります。あ、YOSHIKI さんに飾ってもらおうかな。これってすごい反発進むのね、はい、で、これの1センチ削ったバージョンが僕はこれだと思ってて。あ、ほぼ一緒だって、もうこれ素材が一緒だから全部。確かにこれあれですね、ライトストライクプロっていうのね。そうそうそう、素材も一緒だし、あの5本指カーボンも入ってるっていう面では一緒だから、要はこれの1センチ少なくなったバージョンってことで、やっぱり反発はすごい。じゃあこれを YOSHIKI さんからすると、まあこれもう2足売ってたとしたら、これ YOSHIKI さんだとどっち買いますか。だからそうだな、やっぱ公認レースで使えるシューズがやっぱり大事だと思うので、買うならこっちですね。あ、買うならアディオスプロ2。買うなら、はい、選ぶなら。あー、なるほど。めっちゃ分かりやすく言っていい、最後。最後めっちゃ分かりやすく。スピード順でいくよ。はい。プライムエクスはここだとします。はい。そしたらアルファフライがこの辺にある。あ、アルファフライが。アルファフライここね。YOSHIKI さんの中で。はい。ここにあったらこの真下にこれ。あ、アディオスプロ2。こういう感じなんですか。で、その下にベイパーフライ。みたいな感じかな。あ、YOSHIKI さんのスピード、ね、俺の感覚ね。あの感覚、まあくまで YOSHIKI さんの感覚なので、あの反発力スピードだけで言ったら、まあ、そこで安定性とか、まあ、あの設置の感覚とかいろいろ加わってきたら、またこのグラフ変わると思うんですけど、僕で言うとアディオスプロ2、ベイパーフライ、はい、横に並んで、はい、僕はちょっと下にあのアルファフライなんですけど、あ、ないスピード的にはスピードがちょっとあんまり僕は難しい、うん、スピードちょっと出にくい感じなんですけど、まあ、これはまだ入ったことないので順位つけられないんですけど、高校でアルファって感じですね。はい、なのでちょっと皆さんもぜひ参考にしていただけたらと思います、はい、ということで最後に、はい、あのマラソンのちょっと抱負をあの語ってもらいたいなということで、はい、はい、じゃあもう一言で全然大丈夫なんで、なんか最後お願いします、はい、そうですね、あの今年はあの、まあ、チャンネル僕らのもう見てくれてる方は分かると思うんですけど、結構本当にガチガチでフルマラソンにかけて練習今3ヶ月積んできたので、まあ、2年間達成できてないんですよ。で今回も達成できなかったら俺はマジで YouTube やめる勢いで、本当にやってます。マジっすか、はい、以上、本当ですか。いや、あの、その覚悟ですもんね。覚悟です。はい、なるほど。いや、でもそれぐらい覚悟持って僕も今日走ったりとか、あ、動画もあの冒頭で言った通り見てますと、はい、ということで、あのかなり力すごいついてると思うので、はい、僕も本番、あの実はあの横田コーチ、はいはいはい、ペースメーカーで、はい、僕本
番行くので、もしかしたらYOSHIKIさんを直接応援はできないかもしれないですけど、はい、ずっと見守ってるんで、去年チームとして、そうだね、YOSHIKIさんと僕チームとして目の前でちょっと残念な結果だったので、今回は、まあ、見れないかもしれないですけど、ゴール僕もしたら、はい、喜びを分かち合いたいです。そうだね、はい、今年こそは泣いて、はい、喜んで泣いて終わりたい。あ、そうだっけ、嬉しい涙で2021年は終わりましょう。終わりたいです、はい、その時また、はい、僕もあの動画撮るんで、はい、スタート前とかぜひ出てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、皆さんもYOSHIKIさんの応援よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日はYOSHIKIさんと5キロ走ってアディダスのシューズのレビューした後にマラソンの抱負を語ってみたでした。皆さん見てくれてありがとうありがとう。次回もよろしく。バイバイ。皆さん見てくれてありがとうありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。